ファーウェイ百面相2第3話、海外で聞いてみた。あなたのスマホのメーカーは？iPhone. Motorola. Samsung. ตอนนี้ใช้ Samsung. มันยี่ห้ออะไรไม่รู้ตาบอกไม่ค่อยเห็นอ่ะผมบอกว่าครับ回答者は30人。ファーウェイスマホを持っている人は一人もいなかった。やはりアメリカによる制裁で Google モバイルサービスの使用が禁止された影響が大きいようだ。それでもファーウェイはこの日、バンコク市で最高額の大型広告スクリーンを買い占めて宣伝した。海外にいる数万人のファーウェイ社員、この困難をどう乗り切るのか。広東省東莞市、ここに海外市場の困難を乗り切る鍵があると聞いてやってきた。ハロー。ハロー、開門了。開門了是吧？哦，好大。你好。你好，你好。刘总吗？哎呀，刘总大爷你好。你好，你好，你好。你好，你好，你好。你好。ここはファーウェイ副総裁ルーさんの自宅だ。赫赫有名的啊，竹内大导演，竹内大导演啊，你好。怎么坐一会儿还是转一转？转一转呗。好啊，转一转。这么大？这个地方房价便宜的多，当时买啊便宜的多。那多少钱这个房子？这比较敏感吧？是吗？啊，可以，大概反正比深圳，我跟你说啊，两万多。两万多。嗯。哦。这里面就是卧室吧？那是二十，快二十年了。哇，这是你吗？对，那是我，真是我，真是我，而且那时候没做美容的啊，这是工作没办法，生活你看这二十年过来，你看像不像了啊？胖多了。啊，那个时候已经在华为了吗？我毕业就到华为了。啊。ルーさんはかつて50数カ国で仕事し、ファーウェイ在籍23年で16年間も海外に住んでいた。到华为23年。搬家的次数24，基本上平均一年有一次。哇，这么多！对，所以这个过程中对家庭生活的挑战就是，比如说孩子的教育，嗯，老人的赡养，这都是问题，因为你不固定嘛，嗯，是问题。喂，你撒进去它就来了。海外をよく知るルーさんが、この家にアメリカ制裁の影響を受けない製品があると私に教えてくれた。那能上楼顶吗？能上，你想上吗？想上。我去找，有梯子。你真要上啊？啊！那边要上那个楼，能上吗？我帮你扶着，帮你扶着，这得扶一下。边缘是不能踩的。踩里头，你小心点啊。嗯。又怕吗？有点怕。快下来吧，我扶着你啊。哎。哎。要上了，哎呀，小心哦。哦呦。哦呦。你要上来吗？上。哎，我说你客人上了，我主人怎么？我的天哪，我都没上来。好了，华为的领导可以这么做吗？没问题。可以吗？可以。你看，第一次看了吧？我第一次看啊。啊。これがアメリカ制裁後に急速に成長する事業、ファーウェイスマートソーラーシステム。所以大晴天，你看心情就非常好。嗯。只要出太阳，你就心里面的反应是你在赚钱。この製品最大の特徴は。高い効率の充電システム。雨の日も前日に貯めた電気で十分賄える。さらに余った電気を他に売ることもできる。我从去年十月份开始到现在，已经发了三万多电了，相当于给人类、给地球减少了16.8吨的二氧化碳，相当于种了23棵树。由于原来光伏在华为整个内部体系里面，它是一个相对比较小众的一个单元，所以大家可能对华为什么 5G 啊、云呐、啊，对呀、啊，都知道。因为原来是通讯公司、啊。对对。但这个好处就是它不受其他的影响。什么美国的制裁啊什么的也没关系。对呀、啊，它不受影响。从连续性上讲，业务连续性上讲不受影响。哦。所以下一步这块肯定会重点。哦。对于我们来说。这设备还挺好啊，小风一吹，对啊，还挺舒服的，夕阳西下啊。对，还是不断挑战新的地方，才能看到新的这种景色。この製品は海外市場で受けるのか？私たちは今回日本とタイに飛び、海外ファーウェイの今を取材した。
アメリカ制裁下の海外ファーウェイの現状とは。最初に選んだ国は私の母国、日本。我今天来到了一个华为日本的一个办公室，我今天去采访一下这个华为日本的员工。华为日本。对，这是我们前台。哦。この日訪ねたのはデジタルエネルギー部門のリーダー。先ほど紹介したスマートソーラー製品を販売する部署だ。高岡さん、こんにちは。こんにちは。どうも、竹内と申します。よろしくお願いします。いきなり来ましたね。あれはでも日本っぽいですね。富士山がある。そうです、ね。富士山。聚集富士山中底部、把能做的生意做的极致。极致。スローガンも我々、考えた社員たちが考えてる。あ、そうなんですか。じゃあ福岡さんがこれ、あれ考えた。いや、私じゃないんですけど。あ、そうですか。你会讲中文吗？少し。一点点。一点点。あ、一点点。你在哪里学中文的？我在上海。在上海学。对。所以你现在负责这个部门的负责人吗？对，是的。哦，我这边呢是inverter 逆变器的，那个整个的销售也好，然后服务也好，都是我这边。哦，所以具体的我们还是要跟客户见面。哦，啊，去把客户的需求我们抓到手。哦，啊，然后能够为客户着想，就把他们想要的东西给他们做好提案。哦，交到他们手里。啊。他的中文比我好，真的比你好，完全没想到，没有没有一点点，完全什么一点点，这个不是。我好多人来了，要不要拍合影？要要要要要。来叫皆さん。来来来，排排队排队。すごいです。すごいです。是谁邀请的？是吧？啊，谢谢。すごいです。啊，谢谢谢谢。日本人。ああ、そうなんだ。全部取れ。大丈夫ですか？じゃあ行きましょう。ありがとうございます。いや、また来ますよ。また来ますから。はい、おいつあらやな。帰ってください。はい、おいつあらや。5年前、日本企業から外資のファーウェイジャパンに転職した福岡さん。現在、日本全国を飛び回り、スマートソーラー市場の開拓に努めている。この日やってきたのは、日本の南部にある宮崎県。福岡さん曰く、ファーウェイジャパンはアメリカ制裁の影響がとても大きいという。アメリカの制裁を受けてから何か影響とかあるんですか？もちろんありますよ。その、まあ、例えばアメリカで投資している、はい、で、ファーウェイとビジネスするともしかしたら影響があるかもしれないっていうお客様はやっぱりいるんですね。ああ、こういう気分ですか？自分の努力とは関係のないところで言われるわけです、まあ、そうです。一個人の力ではどうにもならないところであって、ファーウェイに対しての制裁かもしれないんですけど、はい、でファーウェイってワールドワイドで全世界で20万人いるんですよ。その人たちの生活に関わってくるんですよね、はいはい、我々できることは例えば最悪の場合ファーウェイが、日本で存続できなくても、その買っていただいたお客様のその延長保証の20年間はきちんと弊社のパートナーさんのところで在庫を持たせて、その一生涯保証し続けることは保証します。向かうのは最近設置したばかりのメガソーラー発電所。結構地図がないのでそこら辺だっていうのが、あれかな、もうあれだ。福岡さんはこの日、顧客の反応を聞きに来た。お手数かけます。来週で聞いてたんで。あ、すいません。どうぞ。私、パウ日本の福岡と申します。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。福岡さんが準備したのは800円ほどのお土産。相手を尊重する意味を持つ日本ビジネスの礼儀だ。あ、いや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 、すいません。いただきます。あ、どうぞ乗ってください。はい、行きましょう。ありますね。そうですね。もうずっと下あそこまで。ちょっと挺可以的。晒太阳。業界紙の発表によると、ファーウェイジャパンのスマートソーラーシステムは日本の業界でも人気を集めているという。彼らは常に日本のエネルギー政策の変化の潮流を見極め、先手を打ってきた。ついこの間7月に、もう政策、新しい政策、カーボンニュートラルの政策が、打ち出されて、2030年までその
日本の電力の 36% から 38% を再生エネルギーにする。今何パーなんですか？今はだいたい 23、24% です、ね、それを36まで上げるの、だいぶ大変ですよね、うん、なのでそのやっぱ政策で後押ししないとなかなか難しい。どれがファーウェイの機器なんですか？あれですね、ああ、本当だ。これがファーウェイのインバーター。この製品が日本の顧客に受けている理由、それは壊れにくいこと。例えば故障しやすい放熱用の扇風機はあえてつけていない。そう、なんでファンがないの？これはですね、ファーウェイって別にパワコンメーカーだけではないんですよ、はい、携帯とか、はい、あと基地局とか全部やってるんですね、はいはいはい、でつまりそういう基地局の方が全然データ伝送するからその熱くなるんですよ、うん、その放熱フィンが後ろあるんです、ね、まあ、これがすごいんですよ。あ、ここから熱が出てるの？そうですね、エアフローを作って、はい、ここからその熱を逃がすんですけど、もう一つ、はい、すごい大きいところあるんですけど、うん、要するに防水防塵、うん、で沿海地域も対応できるんですよ。要するに日本って島国じゃないですか、はいはいはい、で特別処理一切なしで、うん、海辺でもつけられるんですよ。ファーウェイの本社で見たもん。海水ずっとつけてて錆びないっていう技術、多分これ今使われてるでしょ。使われてます。そうでしょ、実験場で、うん、なんか何年間か、うん、海水につけ続けた、うん、5G の、うん、基地局の、うん、多分同じような感じですよ、うん、と言ってますけど本当ですか？本当に僕がちょっと入ってからはまだ故障が出てないんですよ。だからこんなに何万 何台入ってるんですか？これ400台ぐらい、400台ぐらい、400台入ってて故障ないんだ。お昼、福岡さんおすすめのご当地グルメの店でランチを食べた。美味しいですか？全然。これ日本人だったらね、いや美味しかったです。ありがとうございます。ちょっと期待してた。いや本当美味しくてこれ。取材の最後に会社の未来について聞いてみた。ファーウェイジャパン全体として今後生き残れるんですか？まあ、私は生き残れるんじゃないかなと思います、うん、なんで逆に制裁の前よりも 今の方が我々の市場が大きくなった気はします。へえ、そうなの？技術はあるのでその技術を別の使い方にすれば、うん、別の市場が広がる、うんうん、だからそんなに悲観的には見てない。我々その最前線の人たちが諦めたらもうそこで終わりなんですけど、うん、みんな諦めてないので、うん、もうそこは、まあ、いずれチャンス、もう大きなチャンス来るんじゃないかなと思います、うんうん、一方、ファーウェイタイランドは他の国とちょっと違う状況のようだ。 Hello, Long Yin. Hi, can you talk to me? 彼女は広報部のタイ人スタッフ、ミンミン。何やら急いでいる様子。なや。あ、オッケー、オッケー。走ろう、走ろう、走ろう、走ろう。ちょこれから1年に一度のビッグイベントが始まる。前の会議が押して遅刻したミンミンは急いで準備をする。プロのダンサーに見えるが、彼女たちは全員ファーウェイタイランドの社員だ。彼女はファーウェイに勤めて10年。今日のイベントで表彰を受けるという。好，这是你们团队的吗？这是都是我团队的。哇，你们团队这么很漂亮吗？啊，都是美女。哈哈哈！イベント開始。パフォーマンスをするのは全員社員です。彼らは本当に普通の社員なのかと疑うほどの完成度。ミンミンの表彰式が始まった。最優秀社員賞を受賞したミンミン。今年アメリカ制裁下でも急成長を果たしたファーウェイタイランドは
お祝いムードに包まれていた。相信你是吗？我们就会努力的。有请。然后呢，我们总有一天会成功的。首都バンコクの中心にある大きなビル。ここにファーウェイタイランドの本部がある。你好，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 你好。今回私は時間の都合がどうしてもつかなかったため、中国の友人にタイに撮影に行ってもらった。オフィスに入る人は全員簡易 PCR 検査を受ける決まりだ。哦，鼻子。哦，这边是捅鼻子。哦。哎呀，捅鼻子好。中国は喉奥の検査が中心のため、鼻奥の検査は慣れていない。往深里捅一下。哎，对，再往里捅。对啊。結果は約10分ほどで出る。一条线是没有这个，就是阴性。阴性。如果两条线的话，那你要去医院了。就是这。私はミンミンに頼んでビデオチャットで会社を案内してもらうことにした。你好。扫地卡，扫地卡。你要说扫地卡，因为你是男生的，你要闭嘴一点。啊，女生的话扫地卡，男生的话扫地卡。我的手机也是折叠的。泰国没有这个吧？这是小米。这个不是华为。哇。这边有人呢，中国人多还是泰国人多？泰国人多，88%都是泰国人。啊，80%是泰国人。这个都是泰国人。啊，这个都是泰国人。啊，没有退路就是胜利之路啊！就我对泰国人的印象就是他们的生活节奏比较慢，然后不要那么奋斗，就是天天加班，天天加班。没有吗？怎么说呢？如果你说。不是华为的，是吗？啊，有可能，啊、有可能。但是如果是华为的话，我们是艰苦奋斗的。啊，还是华为洗脑全世界。ミミンはスタッフを連れて最も特色ある場所に向かった。それは社員食堂。料理長は中国人。那您是哪里人？我是四川成都的，对对对，对对对对对。我们的厨师团队也是来自中国各个地方的，对对对，有做川菜的、粤菜的、鲁菜的，对，浙江菜系的都有，对。那只有中餐，没有泰餐吗？平时我们也会夹杂的泰餐，好吗？羊肉串，这边是来自挪威的三文鱼。ビュッフェの値段は一人700円前後。タイ人の消費水準的には少し高いため。社食で食べるローカルスタッフはあまりいない。ローカルスタッフの多くは外で食べる。こちらのミャンマーから来た香港もそのうちの一人。Hello, 老板牛皮、面皮、海面皮、海牛皮。ドリンクと定食でおよそ250円。那今天怎么到这里来吃了？因为这条街就是比较有名的，有很多本地的泰国的一些美食，有很多类型可以去选的。この日、ファーウェイ社員の休日を取材するため、宿舎に住む香港を訪ねた。导演，这个是我的那个伙伴的，就是那个给你看一下。Hello， 师长好。对对对，中国人交流，他们是中国人。我们两个是中国的。马来西亚的缅甸的。现在，会社が急成長をしているため、アジア各国のファーウェイ社員がタイに集結している。因为我们公司老板说的，就不能一直在总部，也不能一直在一线，因为这样的话才能把整个组织的活力给激发出来。就我们老板经常说的，商减啊，对吧？不然的话就商增，整个组织就没有活力了。红红啊。アジア各国の同僚と一緒に仕事をする中で文化の違いをよく感じるという。例えば電話をする時間帯。如果太晚的话，我一般都11点半呀，然后就需要他们
刷个材料是吧，然后先打电话给他们，我就感觉很不好意思。如果我们找那个中分员工的话，就是24小时都能找的，就感觉就没有不好意思，就是他们就会很配合的。所以我也融入到这个里面来了。我觉得如果你给我打一个电话发一个事情，我都会秒回的。ホンホンは去年12月、ファーウェイミャンマーから移動してきたばかりだ。缅甸，因为现在你们也听说了吧，现在这个原因政变啊什么的，就是搞得很不安宁。去年2月1日にミャンマーで起きた政変。この日突如軍によるクーデターが起きて政権を取り、一日にしてミャンマー社会が変わった。我本来就是刚起床就是我发现我家里的 WiFi 没了，我家里是有那个宽带嘛，手机流量也打不开。我拦了一个车嘛，就是那个司机说你最好不要出去外面，现在这个政变啊什么，因为我也没经历过我第一次，我就比较害怕。那时候我都睡不着觉，在晚上大部分就是我这个年纪的就是能出国的都出国了，就有的出去出国读书了，有的出去找工作了，就是能力的都到了。对对对，是。その後、ファーウェイタイランドでのさらなるチャンスを見据えて、家族や上司の後押しもあり、彼女は単身こちらに移住することを決めた。一方、広報部のミンミンは今日大事な会議を控えていた。お、マレオマレオ。差不多了。Oops。我忘了耳机。不好意思。法医人无妨，今日の仕事は同時通訳だ。ค่ะเขาก็ผมขอเริ่มอธิบายเพราะว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะต้องหรอ大学では中国語専攻だったミンミン、社長の中国語のスピーチをタイ語に同時通訳する。この日は年に一度の重要な会議。社長曰く、タイ政府との合作による公共事業ビジネスが急速に伸びたという。彼らはどのようにしてタイ政府の信頼を勝ち取ったのか。那我们这叫入乡随俗。您看这门上有一个这个符号，每年我们请一些高僧啊过来办公室帮我们做做礼拜，然后给我们祈福。对，这个对这个我要给您看一下，这个叫联通世界。您看右下面是诗灵通，就是泰国的诗灵通公主写给我们的，送给华为的。公主，嗯嗯，公主写给你们的。公主对，她会写汉字。她在中泰的友谊之间做了很多的工作，然后她每年都会去中国，中文很好，对。然后她送给华为的，就是这个照片是这两个照片是跟泰国总理的。2年前、タイでコロナ感染が爆発した時、彼らは協業企業とともに。すぐさま AI による肺の診断システムや遠隔医療システムを無償で開発提供。それが政府からの大きな信頼につながった。然后这个是。等一下，给我看一下那个地图。啊，地图哈，来，我给您看哈。对，那东北地区的项目是什么呀？村村通，像中国的村村通这种项目。村村通是什么东西？就是他农村里面，我们帮助政府去建一些网络，让每个村民都能使用互联网。啊。現在彼らはタイ政府とともに全国各地で通信関連の公共事業を展開している。例えば地下鉄、5G 通信を大幅に効率化し、動画も途切れることなくスムーズに見ることができるようになった。銀行ではデータ技術を使って。サービスの速度や効率を向上させた。そしてこちらは病院と共同開発した最新の救急システムだ。救急隊員が VR カメラ付きのヘッドを装着。救急車の車内に設置された小型 5G 基地局によって現場を映したハイビジョン動画をリアルタイムで病院に転送することができる。
น้ำตาลน้ำตาลดีใช่ไหมคะพี่แหม่มคะน้ำตาลดีค่ะ140 บาท149ขอบคุณครับนี่ไปโรงพยาบาลกี่นาทีได้It's a pilot project, and we work closely with Huawei. It will improve the service, especially during the emergency situation. 外資企業ながら各種公共ビジネスを展開する彼ら。そこで私に一つの疑問が生まれた。那你会不会被那什么同行的当地的同行骂呀，或者欺负呀，或者什么嫉妒啊什么的？因为你们抢了他们的饭嘛。不会不会，我们其实是融入泰国。然后用好本地的生态。第二一个呢，其实我们在做的事情是我们把蛋糕做大。我不是去抢别人更多的蛋糕，而是我作为在当地的 leader， 那我们去一起影响国家的产业政策呀，一起去推动这个市场的发育和发展呢，把这个蛋糕大了。那虽然我抢这个打的粮食多一点，但别人也没有变少。所以呢，其实这一块我们跟本地的那些公司和竞争对手没有明显的冲突。タイ取材最終日、私たちはファーウェイタイランドが急成長する理由を突き止めた。広報部のミンミンがやってきたのはバンコク近郊の農村。あ、สวัสดีค่ะ、สวัสดีค่ะ。เคยเจอพี่เขาครั้งที่แล้วที่มากับกระทรวงดีวันนี้ตลาดไม่เปิดก็เลยแบบดูเงียบเหงาหน่อยอันนี้ก็มะนาวช่วงนี้เนาะราคาสูงก็เรามาทำละมะนาวราคาพิเศษแบบอ๋อแต่ว่านี่ปลูกเองเลยเหรอคะแล้วก็อย่างข้างนอกลูก7-8 บาทเนี่ยแล้วขาย4 บาท3 ใบ 10อะไรแบบเนี้ยค่ะคุณซินเซียนอะโควิดの影響で農作物が売れず自らネット販売を始めた農民たちファーウェイタイランドは無償で彼らの技術サポートをしているว่าทุกคนขายอะไรก็สามารถบอกกล้องได้เลยนะว่าเราขายอะไรได้โอกาสใช้ภาษาอังกฤษแล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นชาวจีนปกติเราขายของที่ไหนคะนอกจากฟอปปี้ลาซาด้ามีที่อื่นอ๋อไลน์กรุ๊ปใน Facebook ใช่ไหมคะพี่อะคะไอเซลน้ำตกนูดเดิลแล้วตอนนี้เราก็ดูเรื่องเทรนราคาของราคาผักด้วยครับอ๋อเทรนราคาว่าราคาผักขายเท่าไหร่แล้วเราก็ปรับราคาแต่ก่อนหน้านั้นคือพี่ยังใช้ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นยังไม่มีอุปกรณ์เนี้ยค่ะก็ทำเหมือนเดิมถูกต้องครับเราก็จะปลูกข้าวปลูกข้าวอย่างเดียวใช่ไหมคะแสดงว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ช่วยพี่รู้แล้วแหละว่าเทรนตลาดต้องการอะไรแล้วเราค่อยมาดูว่าเราทำอะไรได้ไทยจีนสตาฟが地元民に寄り添い地元民のニーズを丁寧に組み上げ解決策を考える一見当たり前のようだが外資企業にとっては一番難しい部分だ。那你有没有想过，辞职华为，就泰国的公司给你 offer， 然后呢，这个公司的工资，翻倍？没有想过。这两年的话，很多的工资差不多2倍、3倍都有，我都不选的。如果公司想在泰国赚钱了，然后换去其他国家，是吗？那我在这个公司，我的目标就是赚钱，赚更多钱，然后再去改一个其他公司。但是现在不一样，因为他做很多贡献，所以呢，我就看到未来。特别是在疫情期间，因为那段时间我觉得有成就感。我每天虽然不管是做什么工作，我很开心的，很开心，你就想做的更多。アメリカの制裁下で困難と向き合う社員たちを取材したファーウェイ百面相2。这个事情它一定会过去，华为是不可能失败的。就是可能企业给的钱啊，我觉得没有那么重要吧。炭鉱で働く社員、早期定年退職をした社員、そして外国人社員、全員に共通していたのは苦労を厭わぬこととファーウェイへの愛だ。彼らがいる限り、ファーウェイは決して潰れないだろう。次はどんな人物と出会えるのか。今から楽しみだ。